皆さん、どうもこんにちはこんばんは、おばんですー。今回は、モッド紹介やっていくよー。今回紹介するモッドは、5つの難題モッド、別名、東方モッドです。このモッドは、東方プロジェクト関係の要素を追加するモッドです。では早速紹介に移っていきましょう。最初に紹介するのは、弾幕作業台と、レーザー弾幕作業台です。弾の元で作業台を囲むと弾幕作業台、砲弾で作業台を囲むとレーザー弾幕作業台ができます。砲弾は、弾の元をこのように並べるとクラフトできます。弾の元は、妖精がドロップします。この二つについては、後で紹介します。次に紹介するのは、ヒネズミの皮衣です。これは、このようにガードしたり、身につけたりできます。はい、これを装備してマグマに入っても、ダメージは受けますが、マグマから脱出した後、炎上することなく一瞬で火が消えます。このように、燃えている時に右クリックしても火を消せます。次に紹介するのは、諏訪湖の帽子です。これは、いつも森や諏訪湖が身につけている帽子です。なんか、目が四角いですね。僕は、ズンボーの中で、諏訪湖の帽子が一番好きです。で、この帽子は、トゲの鎧銃のエンチャントがついているので、敵に物理的な攻撃を受けた時、相手にもダメージを与えられます。でも、防御力は全然なので、他の防具と組み合わせるのがいいかもしれません。次に、ミニハッケローを紹介します。これは、マリサがマスタースパークを放つ時に使っているものです。こちらのアイテムは、1回使うのにファイアーチャージを32個使います。でも、その分威力は半端ないです。右クリックして長押しすればするほど威力は増します。はい、これが最大威力です。山に大きな穴が開くほどの威力です。大体のモブは死ぬと思います。次に紹介するのは、白霊のお払い棒です。棒、紙、陰陽玉をこのように並べることでクラフトできます。ちなみに、陰陽玉のレシピはこれです。これは、右クリック長押しすることで、陰陽玉が大きくなっていき、離すと陰陽玉を放てます。この玉は、壁に当たると跳ね返って自分に向かってくることがあるので、手で跳ね返すか避けるかしないとダメージを受けます。次に紹介するのは、カッパの帽子です。この帽子は、川白に鳥がいつも被っている帽子です。この帽子は、水の中以外の場所で被ると耐久値がどんどん下がっていきます。で、水の中に入ると、耐久値は回復します。この帽子を被って水の中を泳ぐと、水中移動速度が上がります。ちなみにこのモッドは 1.7.10 までしか対応していないので、水中歩行のエンチャントがないこのバージョンにはいいですね。次に紹介するのは、老漢剣です。ちなみにこの人玉刀は、幽霊というモブがドロップします。で、この剣は、とにかく強いです。
攻撃力は7、ダイヤ剣と同じです。この剣をモブに向かって右繰り長押しして放すと、このように、大ダメージを与えられます。あんなところにサナエが。はい、妖精も一発です。で、サナエは、村人と同じように攻撃ができて、しかも交換してくれるアイテムはサナエとの交易限定のものです。次に紹介するのは、有価の日傘です。で、材料になる大大真珠のレシピはこちら。で、この傘を持って右クリックすると、弾幕が周りに放たれて、弾幕が落下した地面に花が咲きます。咲く花は、タンポポカポピーです。で、この傘、シフト右クリックで、このように別の持ち方をします。で、またシフト右クリックで、閉じます。この状態のまま、高いところから落ちると、ゆっくりと降下できて、落下ダメージを受けません。このように降りれます。次に紹介するのは、隙間です。あ、間違えました。これ本当は1回のクラフトで2個できます。よし。で、これは、2つ設置することで機能を発揮します。このように、2つ設置すると、片方の隙間から、もう片方の隙間にワープできます。これは便利ですね。次に紹介するのは、アイシクルソードです。これは、クリエイティブ限定の剣で、攻撃した相手を凍らせることができます。ちなみにこの剣は、チルノが作り出した氷の剣です。はい、このように、数秒間凍って動けなくなります。次に紹介するのは、魔法の宝器です。これは、後ほど紹介するリンノスケとの交易で手に入れられます。この宝器に乗ると、自由に空を飛ぶことができます。気持ちいい。次に紹介するのは、昨夜の懐中時計です。このレシピで黄真珠ができて、これを使ってクラフトできます。この時計を持って右クリすると、数秒間だけ時間を止められます。でもバグなのか、モブが移動不可になるだけでやや弾幕などは止まらないんです。次に紹介するのは、弾幕関係です。弾の元をこのように並べて、小弾、大弾。小正弾、正弾。高弾、
ナイフ弾。鱗弾、結晶弾。あ、レシピ間違ってた。こうでした。次に、レーザー、ショートレーザー。ロングレーザー。次に、スペルカードを少し紹介します。最初に紹介するのは、霊夢の無双封印です。あ、咲夜さんがいる。咲夜も攻撃してくれます。で、スペルカードですが、スペルカードアイテムがない状態だと使えないので、スペルカードアイテムを持っている状態じゃないとダメです。これです。これは、妖精が稀にドロップします。無双封印はこんな感じでした。次に、マリサのマスタースパークを紹介します。では、使っていきましょう。爆発はしませんが、弾幕の範囲は広いですね。しっかりエイヤショーのマスタースパークが再現されてますね。次に、昨夜の殺人ドールを紹介します。このスペルカードはかなり強いです。このように数秒時間が止まって時間が動き出すとナイフが飛んでいきます。次に紹介するのは、フランのスターボーブレイクです。このように、大量の弾幕が出るので、大ダメージを与えられます。最後に、この作業台の使い方を紹介します。赤い方が普通の弾幕を作る作業台で、青い方がレーザー弾幕を作る作業台です。まず、赤い方から紹介します。とりあえず、素材は正弾にします。まず、素材のところに好きな弾幕を設置します。そして、パワーアップアイテムで、弾数と弾速を設定します。で、専用で、色を決めます。跳ね返り数は、何回まで壁に跳ね返るかを設定できます。この設定にはパワーアップアイテム台を使います。で、弾幕形状のところにパワーアップアイテムを設置して、形状を決めます。今回は、横並びに設定しました。で、深
製のところに特典アイテムを設置して、作る数を決めます。この設定にすると、弾幕がこのように放たれます。今回は弾数を半端なくしたので、隙間がないですね。青い方も、弾幕の素材がレーザーになっただけで、使い方は変わりません。あ、凛之助。はい、ネザースターと魔法の宝器を交換してくれるそうです。ちょっと高いね。今回は、この辺にしておきます。このモッドのダウンロードリンクは説明欄に貼っておくのでぜひダウンロードして遊んでみてくださいねー。コメントくれる方、ありがとうございます。チャンネル登録者さん、ありがとうございます。まだの方も、こちらの僕の顔をクリックして、チャンネル登録お願いします。ご視聴、ありがとうございました。したっけねー。またねー。